はい、どうも皆様こんにちは。いかがお過ごしですか。今回はですね、まずはちょっとこちらを見ていただきたいんですけども、はい、ドスン、これ一体何なのかと言いますと、これコアラの被り物なんですよ。で、私先日このコアラの被り物をいただいてしまいました。はい、これいただき物なんですね。くださった方本当にありがとうございます。でですね、せっかくいただいたものですので、今回はこちらのコアラの被り物を紹介していこうかなと思っております。タグを見た感じ、商品名はコアラぬいぐるみマスクというみたいですね。はい、というわけでこちらのコアラぬいぐるみマスク、詳しく見ていきたいと思います。ぬいぐるみマスクっていう商品名の通り、生地はぬいぐるみっぽい生地になってますね。鼻の上のこの部分、ここがメッシュ生地になっていて、コアラのマスクかぶった状態ではここから外を見ることができるようになっています。目はクリア成形になっていて雰囲気がありますね。それから口の部分には隙間が空いているので、マスクをかぶっていても声が外に出るようになっています。どうでもいいけど、なんかこれ気持ち悪いっすね。はい、というわけでコアラぬいぐるみマスク、非常に簡単に紹介させていただいたんですけども、やっぱり被り物ということで実際に被っているところが見たくないですか。というわけで今回はこのコアラぬいぐるみマスクを実際に被ってみたいと思います。